本名は、秋元喜雄。1920年7月24日、秋元喜雄として生まれる。早稲田大学理工学部を卒業後、母校の暁星中学校で、数学教師をつとめていた。1945年3月10日、東京大空襲、同年8月15日、25歳の時に、第二次世界大戦の終戦を迎え、同年11月、復員してきた三木鶏郎が東京大空襲で焼け跡となっていた三木の九段の自宅跡に掘立小屋、鳥小屋第1号を建てたとき、河井は妻とともに居候する。翌1946年1月29日、三木が NHK ラジオの番組、歌の新聞第1回放送に出演するにあたり、繁田裕司、朝川賞郎、秋元喜雄3人のコメディアンハーモニスト名義でともに出演した。1946年2月10日、第3回、歌の新聞から、三木が、三木鶏郎と名乗り、3人は、ミッキートリオとして、レギュラー出演することになる。同トリオは、のちに、神田千鶴子、三木鮎郎、同年4月に、ジョージ川口、小野満、鈴木章治らジャズミュージシャンで結成する、三木鶏郎楽団を加えて、三木鶏郎グループとなった。同年6月6日、同グループに、三木のり平が加入。同年8月4日、進駐軍検閲官、ヒギンズ少佐により、歌の新聞は、放送を中止となった。同年10月には、丹劇横、千葉信夫、小野田勇らが、三木鶏郎グループに加わる。1947年10月5日、27歳の時、NHK ラジオの番組、日曜娯楽版の放送開始、2週目の同月12日から、河井は、三木鶏郎グループの中核メンバーとして、出演を開始する。翌1948年2月1日、三木鶏郎グループが、池袋文化劇場を経営を開始、朝日照子、有島一郎らが加入した。1950年、映画、王。彩君三日天下に、三木鶏郎グループとして、河井も出演した。1951年8月31日、三越名人会に出演後に、三木鶏郎グループは解散した。翌1952年6月8日、日曜娯楽版は、最終回を迎えた。翌週6月15日から、ユーモア劇場が始まり、引き続き出演した。1955年9月1日、大阪の朝日放送の番組、クレハホームソングで、三木の作詞作曲、河井が歌う、泣く泣くかぐや姫が放送され、後のミュージカルのきっかけとなる。1956年4月13日、ラジオ、東京ラジオで、クイズ番組、ピヨピヨ大学が始まるが、当初の、チキン総長は、有島一郎、河井は、学長で、後に有島と交代し、チキン総長となった。やがて、同番組は、ラジオテレビ連動番組となる。1960年3月25日に、最終回を迎えた。1962年11月13日に、フジテレビジョンが放送を開始した、日清オリンピック招致上最大のクイズに、初代出題者の戸明久夫に代わり、43歳であった1964年2月11日から、河井が2代目出題者となる。翌1965年5月25日に、同番組は最終回を迎える。1968年11月、48歳の時、CBC ラジオで、抜群、ジョッキーが放送開始、河井は金曜日の担当となる。1971年12月1日、死去する。満51歳没。ありがとうございます。